2017コンカカーフゴールドカップは2017年7月7日から7月26日にかけて行われた第14回目のコンカカーフゴールドカップであるアメリカ合衆国で開催されたアメリカ合衆国が2大会ぶり6回目の優勝を果たした2016年12月19日に発表された2016年12月19日にアメリカとメキシコは グループ B と C のシード国として発表された。2017年2月14日に中米チャンピオンのホンジュラスがグループ A のシード国として発表された。試合時間はすべて開催地時間。グループリーグは12チームを1組4チームに分け、1回戦、総当たり方式の全6試合で争う。結果各組上位2チームと3位通過のうち成績の 良いにチームが準々決勝に進出する。グループ A フランス領、ギアナ V カナダホンジュラス V コスタリカコスタリカ V カナダ。ホンジュラス V フランス領、ギアナコスタリカ V フランス領、ギアナカナダ V ホンジュラスグループ B アメリカ、合衆国 V パナママルティニーク V ニカラグアパナマ V、ニカラグアアメリカ、合衆国 V マルティニークパナマ V マルティニークニカラグア、V アメリカ。 合衆国グループ C キュラソー V ジャマイカメキシコ V エルサルバドルエルサルバドル V キュラソーメキシコ V ジャマイカジャマイカ V エルサルバドルキュラソー V メキシコ各組3位チームトーナメント表示国はすべて開催一時間準々決勝コスタリカ V パナマアメリカ合衆国 V エルサルバドルジャマイカ V カナダメキシコ V ホンジュラス準決勝コスタリカ V アメリカ 合衆国メキシコ V ジャマイカ決勝アメリカ合衆国 V ジャマイカありがとうございます